地味で冴えない妄想女子平野キエ。そんな彼女の前に現れた超イケメンエリート。実を言うと彼は王位をめぐる陰謀に巻き込まれた王族の青年。姫は渡せぬ。しかしテレパス。兄弟全員人の心が読めるテレパスだった。好きです。僕も。え？爆笑必至妄想ラブコメディー。ヘルプミー。広大家の人々、好きな人に妄想全部読まれちゃう。